作ロック J ブレイクミュージックステーション TV。 MC のめむねむゆっけとこうめです。よろしくお願いします。いつも被らないね合わないね。そう、もう6月終わりなんですね。なるべく被らないで、まあこんな感じで私たちは7月をもうすぐしたらなっていくわけですけど、はいはい、うん、水着着たい。うん、あ、うん、だから、まあ、これちょっとオープニング企画みたいな感じで痩せるみたいな。確かだんだん痩せていく私たちを。そうそうそう、見てほしいなみたいな。上半身しか映らん。顔が分かる。顔で分かる。顔で顔痩せ頑張ります。じゃあ、そういう企画を裏企画でやってるんで、裏企画でお願いします。お願いします。じゃあ最初のコーナーいきますか。はい、はい、最初のコーナーはピックアップアーティストのコーナーです。どうぞ。知れぬ苦労大が大日常、それでもそれぞれにもう一回離れたって分かってる。心が花咲かすためみんなで歌ってくだ。花や目の色、性格もいろいろ、それぞれがそれぞれに掴む未来へ行こう。なかなかね、こわもてですけどね、僕と一緒ですか。またお酒も一緒です。お酒も好きなんですよ。はあ、男も好きらしいよ、雄大ちゃんも。怖い怖い。どういう意味それ。そんな怖いよ。もうほんまに時間が来るとね、やっぱりどうしてもお酒がね、体がやっぱりお酒が多い。そういう点もね、もうよく似てますわ。よく似てるね、二人ね。顔怖いでしょ、あっちは。その点だけちゃうの、僕は顔優しい。いやいやいや、よく似てるわ、ね。はい、そういうはい。宗武&初音屋社中、うん、自分のお友達でね、これ、温度取りで
そう、あの僕はたけちゃんたけちゃんと呼んでるんですけど、このね師匠さんがね、はい、初音屋さん皆さん知ってると思うんですけど、その中のね初音屋さんの中で石若師匠っていらっしゃいます、はい、今回ここ一緒に出会えるんですけど、テレビの方もね、これからやね。そうそうそう、シーズン、そうなんですよ、温度にまた取っていきますね、これから、ね、たまにまたこっちのねあのバスさんの方でも名前にこう出てもらいますので、また皆さんその時にはまた応援してあげてください。ここでまた温度取ってもらったと、またしますします、ね、またします。聖子さん、うん、聖子ちゃんはねあの自分のパートナーで、ね、うん、今回またねシングルを新たに、初めて出しますんで、この新宿ドルという、ね、楽曲28日6月28日に発売されます、うん、また皆さんよろしくお願いします、応援してあげてください。はい、お願いします。それでは岡村雄大さん、宗武&初音屋社中さん、聖子さんに聞いていただきましょう。いいよいいよいいよよっと。今までになかったような曲なので楽しみに聴いていただきたいと思います。はい、新宿ドールの作詞をいたしました花坂卑弥呼と申します。聖子ちゃんありがとうございます、歌っていただいて。聞いちゃう岡本さん、お世話になります。冷たい男ほど女を夢中させるもの、おもちゃのように遊ばれて
飽きたらポリが捨てられた爪の先まで会いたくてあの街この店訪ねてもあんたへたどりたどり捨てないよ当店の一番人気をご紹介いたします。当店の一番人気は土壌の素揚げです。で毎週火曜日は生メニュー180円また皆さんのお越しをお待ちしております。よろしくお願いします。 J ブレイ、サクサクロックジェイブレイクサクサクロック、はい、毎度いらっしゃい。道頓堀のコーナーの店長の松本と申します。うちはですね、あの道頓堀のたこ焼きフックセンターにご紹介させてもらって、あえてね、これフックセンターにあるような具合にすごく自信があるからなんですね。全部で9種類ありますんで、一度あのご賞味していただきたいなと思ってます。で、その際よろしくお願いします。はい、池田瑞希です。ミュージックステーション TV、 ミュ
メジャーデビューが確約されるという夢のような企画になってます。音源審査、予選バトル、本戦バトル、決勝バトル、チャンピオンシップを勝ち抜くとデビューです。決勝まで残ったアーティストには希望があればプロ専用スクールへの特別推薦もあるそうです。たくさんのご応募お待ちしてます。つるりつるりだファイファイもともとファイバラバラサビナーがむしゃら踊れよディアジャパニーグリグリハグリに勝ち逃げ先生先生のよよよ「ここは歌で別れの理想」
女の子は強くなるの。もっともっと可愛くなっていつかは自分で決まるから夢中にする覚悟してね。今すぐ会いたい思い切ったセリフ、優しいあなたを呆れちゃってないから、うまくいかなくてすれちゃった時は甘い言葉でご機嫌とってよね。実はわがままなんだもん、一番好きとかじゃなくて私だけ見ててほしいの。そんな一言が言えないけど大好き。頑張った分だけのものは手に入れたつもり。